やべ、俺の声が反響しまくってるよ。はあ。どうですかね。あ、こんばんは。ソードフィッシュというものです。今から、バイオハザードゼロ、PC 版難易度ハードやっていきましょう。お久しぶりなのはちょっといろいろ理由が重なりましてね。いろいろあったんですよ。いや、ワールドレコードは、もう私がね、ワールドレコーダーなので大丈夫です。今回、この企画のためにワールドレコードを取って参戦したので。バイオハザードゼロ。そういう並々ならぬね、覚悟で。まあまあ、ちょっと待ってくださいよ。じゃあ20時40分から行こうか。なんか配信に不具合とかあったら教えてください。あれ？あ、ちなみにね、ちょっと不具合っていうのが、自分のネット回線のところにカラスが巣を作って、で、インターネットにも接続できない状態なんですよ。なので、今、テザリングでね、やってると。ちなみに、ちょっとギガが足りないってことでね、ちょっと2万円ほど課金してきたんで、事故らないことを祈ります。このイベントに私、もう2万かけてますからね。まあ、解説とかしながら。まずこのゾンビを倒します。ちなみにこの請求書は RTA in Japan さんの方に提出するんで。ちなみに予備のためにその30ギガ買ったんですよ。だから3万円分ね。よろしくお願いします。で、犬が出現するんで、後ろに下がって犬を出現させて2匹とも倒しますよ。ああ、おとなしくていいですね。ちなみにハードっていうのが、まあ、こうかわして、敵の体力が1.2倍、敵のダメージも1.2倍上昇しているモードになります。もちろん、アイテムとかも非常に少なくなってるわけですけど、だからね、いやね、あれなんですよ。前回出たから、ちょっと違う種目で行かなきゃいけないかなと勝手に自分を追い込んでしまった結果ですね。全部振り返ってみると、なんか俺が一番なんか難しいね、レギュレーションで、出場してるというですね、そういう結果になってしまったんですよ。はい、私がで、言ってみビる。リーを操作して、華麗なね、右スティックで、ビリーを操作します。ちなみにですね、NTT の回線なんですけど、NTT さんがね、もうゴールデンウィーク中はもう間に合わねえっていうことで、ダメでした。ゴールデンウィーク明けで、かつ回線の修理もかかって、もろもろ、インターネット回線がですね、1ヶ月、もう私使えなしです。はい。許せないですね、本当に。中国語版にしてるのは、中国語の方が文字数が非常に少なくて軽いからですね。
ちなみに日本語、中国語だと、バイオゼロだと、1分ぐらいは違います。ちなみにですね、私はね、こう中国語版が出た後に、本格的にまあやり始めて、それまでにね、こう海外の方が結構やり合ってたんですよ。その中国語版が出る前に。その前、それがあいつらがやり終えた後に中国版で早速と参加して、ワードレコードね、分取ってやりましたよ。で、ここのゾンビ倒しますよ。いやー、ちょっと車掌服がね、この動きは良くない、非常に良くないですね。これはね、良くないんですよ。よしよし。生きてます、生きてます。マジか。で、ちなみにナイフ装備してる理由は、ナイフを構えることで、こうやって後ろに下がるんで、それで避けますよ、攻撃をね。これが重要なテクニック。特にですね、列車はね、狭い通路にゾンビが密集してるので、これがないとなかなか、まあ、厳しいものがね、あるんですよ。練習はちょくちょくしてました。なのでね、そうそう、だからちょっとね、今回、今ね、私、先ほど申した通り、テザリングでね、配信してるので、画質をね、非常に落としておりますのでね、はい、その辺は、RT in Japan さんの方がビットレート上げていただくっていう対処法でね、まあ、よろしくお願いしますよ、と。で、これを回収して帰りますよ。アイスピックね。あ、ウェスカーモード、確かになんか、強くてニューゲーム的なモードですよね。で、サソリくんのサイドに、アイスピックを落としまーす。で、この時にね、ついでに 30fps にね、しちゃいましょう。で、攻撃を誘って、アイスピックを拾いますよ。あら不思議、サソリくんをスルーできちゃいました。ちなみになぜかね、これ海外の方が発明というか発見したものなんですけど、なぜか海外の方がね、やってないので、もう俺がルーツってことでいいよね。その辺は。で、帰りますよ。いや、久々だからね、ちょっと俺どんなキャラだったっけってのはね、ちょっと分かってないんですよね。ああ、いいですよ。ちなみに、バイオハザードゼロのゾンビはですね、真横と、後ろがね、非常に避けやすいということで、ここをね、狙っていきますよ。はい、ポンポンポンと。はい、これで避けていく。やばい、ちょっと同じことを話すことで有名な配信者の私ですけど、まだ10分前の話をまたするのちょっとやめとこう。
ちょっとカラスが電柱に巣を作った通信障害で今物理的に配信がね今できないというね、その他にもまあいろいろあるんですよ、私も私なりに訳あってね、さてさてさて、はい、レベッカちゃんと合流でーす。海外勢 RE2、 ただね、海外勢で有名なペッシーっていうね、ペシミズムさんって方が今度復帰する、バイオゼロに復帰するみたいなんで、もう一回ぐらい盛り上がりが来るんじゃないかなと思います。いや、レベッカちゃん、おい、もうレベッカちゃん、ちょっともうこれのどこが期待のニューフェイスなの、本当に。あなたはあ、逮捕説はないですよ。で、バイオゼロで一番邪魔なね、バイオゼロ史上一番邪魔なフックショット回収しますよ。こっちだ。了解。これね、アイテム欄2マス使うんですよね、このバイオハザードゼロはね、アイテム欄2マス消費するアイテムってのがありまして、まあ、例えばショットガンとかグレネードランチャーだったら、まあ強いから、まあしゃあねえなと分かるんですけど、なんとね、たかがショットガンでね、これを使ってしまうというね、こら驚いたね、俺も。嫌な位置にいますね。まあ、避けられ、抜けられる。あら、いいじゃないの。で、レベッカちゃんを下に残すんですけど、レベッカちゃん一人だと敵を対応、お、クリティカルが出ましたね。いいですよ。敵を対応できないので、まあ一人ね、倒しときますよ。こうすることでね、レベッカが安全に下のゾンビくんを倒してくれます。で、今ね、まあ、ちょっとね、俺が喋ってたから聞こえなかったかもしれないけど、バシャンって音が聞こえた、耳の言い方が聞こえたかもしれないんですけど、それはね、クリティカルでして、ビリーだったら15分の1の確率で、ゾンビを一撃で倒してくれますという、そういったものがあるんですけど、あ、これがいらなかったね、この練習してなさバレちゃったね、ここで。このアイテム、このアイテム管理ができてなさね、ちょっと今のは見なかったことにしていただきたい。恥ずかしかったです。旧作バイオのホース、スピードランやってて一番恥ずかしいのが、アイテム欄パンパンで持てないっていう表示が出るのがね、一番恥ずかしいんでね、今のはちょっと恥ずかしかったです。で、レベッカが倒してくれてますと。まあ、倒してなくていいんだよね、倒してなくて道さえ道さえ開けてくれればいいと、まずはな。それで OK。 いや、俺ね、全くゲームとかやってないわ、バイオゼロの練習したけど、それ以外のことは全くやってないです。何せね、この話もう3回目ですけど、もう14分の間に同じ話3回するけど、ネット回線繋がってないんで、先に図書館で本を読んでおります。さて、そろそろ列車がね、終わりますよ。
と待って。さて列車から抜け出します。ここでナイフ装備してるのはナイフの構えによってね、また敵をスルーするためにここでナイフを装備してます。もうちげえんだよな、そうじゃねえんだよ。ああ今のはちょっと浮き足だったね。もう噛まれすぎじゃない、ちょっと今日は。あれ今日はあれですね、解説する予定だったんですけどダメでした。成功しないというね、やっぱ喋っちゃダメだね。いやそれだと成立しないからな。でショットガンの弾持ってきまーす。でパスワード入力しますよ。67いいですね。これ早いパターンですよ。36か、まあ、普通36だとちょっと遅いかな。ここのパスワードのパターン 3つあって36、72、81です。当たりとしてはね70、60、俺なんつった今、ちょっともう数忘れちゃったけど64だっけのやつと72だっけ、うん、やべ健忘症が進んでるんで81と72だから64のやつが早いです。はい、養成所でーす。ここから長いですよ。まずはね、颯爽と、パートナーキャラをね操作してビリーをエントランスのね次の向かうところに待機させます。でバイオハザードおなじみクランクくんですね。これをこれだけ持ち帰りましょう。クランクを取るとですね、私の近隣の電柱に巣を作った忌々しいカラスくんが来るんですけど無視で大丈夫です。攻撃を誘って、食堂を抜けてきます。ここちょっと難しいんだよな。いけるかな、大丈夫、信じろ、俺はワールドレコーダーだ。ゾンビの真横を抜けていく。でカメラアングル変わったところにゾンビ待機してるんでスルーします。これ必ずいます。これね間違いなくいるんで、ここはね注意しないとダメですよ。あーやべ、もうでここら辺はですね、バイオリメイク2でもうゾンビ2体に噛まれるのあったじゃないですか。実はバイオゼロにもあって、やーお、やっちゃいましたね。これやるとね、2.5 倍くらい食らうんですよ。なので先にここで、回復しまーす。これを見越してね、回復アイテム持ってきたんですよねー。そう、慣れない操作だからちょっと指が動かねえな。レベッカちゃんが乗ってない、よし、いや
普段なかなか喋れないでしょ、うん、まあこういうイベントだからね、うん、で1時間20分だし、養成所長いんですけど、ボスが1体しかいないので、はい。なので、まあ、スルーですよね。どっちかっていうとね、雑魚的の。うん。そういうのが大事になってくると。得てしてね。で次がそろそろその養成所の唯一のボスであるムカデ君ですね。いや大丈夫、今日はねちゃんとあのちょっと喋ることをちょっとねある程度解説、この辺解説しようかなってポイントはちょっと練習してきました。あ、ちょっとマイク遠いですか。はい、でこの美術室で、いろんなね諸々のアイテム回収していきましょう。まずはグレネードランチャーで、この女性の生めかしい像と、うん、ショットガンね、これが大事。よし、グレネードランチャーをですねラスボスまで使用します。ただですねこれがアイテム欄2マス消費するので、なかなかねアイテム欄の調整をしつつですね、でレベッカちゃんを操作して、レベッカちゃんも同時操作して、はしごの方に持ってきますよ。はい、鍵回収。ムカデ君はですね頭部がダメージ 1.5 倍です。積極的に頭狙います。いいですね、こうやって威嚇してくれるとガンガンダメージが入ってきますよ。いつもここはですね16発使ってたんですけど、今回は頭部のダメージがうまく決まったので、15発ですね、1発弾を、削減することができました。だからここもですねなかなか気分屋なんでね、ムカデは。なのでもうちょっとかかる時もありますかね。今回はうまいことを威嚇って言って状態をのけぞらしてくれたんで、そこで一気にダメージをね叩き出せたので、で今回ちょっとね安全ルートっちゅうことでね、うーんそうなんですね、うん、いやー、あーここでね致命的なミスやっちゃいましたね。ここで致命的なミスを犯していくと、やはりですね本番で記録狙えるルートはねもう怖かったと私、うん、ということでねビビってね安定ルートをね作ってたんですけど、それを全く覚えてない人これでもう大丈夫、もうミスないです、うん、ミスないと思うんで大丈夫です。自慢じゃないですけど、私いろんな企画にちょっとちょいちょい出てて、バイオハザードゼロで、かれこれ2回ね、ゲームオーバーになってるので、怖いんですよ、このゲームね。うん、一つは、ラスボスで、死んだりとかね、うん、中盤で死んだりとかね、そういう、まあ、いろいろね、その嫌な思い出があるんですよ。
で、バイオスロンの最大の特徴としてはやっぱですね。あー、やっぱここまで来ちゃう。ゾンビがね、初期位置に戻らないっていうね。ここがね、面白いポイント。と、普通、扉越えてマップ入れ替えたら、初期位置に戻るのが通常のバイオハザードなんですけど、それで戻らなくて、じゃあ、動いた距離にいてくれるかっていうと、そうでもないというね。なるほど。これ死んでないんじゃない？あ、死んでたね。よかった。あ、やばい。ちょっと、化けの皮が剥がれてきましたね。これは良くない。おそらくですね、旧作バイオってこう、動くとカメラ割りが変わるじゃないですか。ゾンビも、それと同じくですね、カメラ割りみたいなのが個別に設定されてて、ゾンビがカメラ割りで、別のカメラアングルのところに行っちゃうと、配置が変わるんじゃないかっていうのは最近このゲームやり始めて8年目ですけど、最近なんかそんなような気がしてきました。いや、ここも噛まれちゃうっていうね。これね、足元にね障害物があってなかなか済ませてくれないっていう時があります。いや、本性も何もないですよ。変なこと言わないでくださいよ。今回はね、安全目にもう多分記録出ないので、安全目にね、行こうかなと。だとはいえね、安全目に行ってももう難しいんですよね。ちょっとね、事故るとわーってなっちゃうんで、安全ぐらいがちょうどいいっていう。で、さらにですね、これパートナーキャラも操作するので、こう、ね、同じ2人をね同時操作 しなきゃいけないというのがね、このバイオゼロの面白さ。まあ、ゆえにね、それゆえにですね、まあ、やってる方が、なんと、まあ、現役で、もう俺だけというね、絶滅危惧種状態になってますのでね、これを機に誰かやっていただきたいなと、そう思っております。で、レベッカちゃん待機させまーす。一人です。了解。いや、でもね、これね、アレンジ操作っていうモードが HD 版から登場したんですけど、それによりだいぶね、操作感は非常に良くなったので、私、暇人なんで、ゲームキューブ版 Wii、プレステ3、パソコンってこう、一通りね、バイオハザードゼロを TA やってきたんですけど、まあ、今のバージョンが一番やりやすいですよね。これがまた。もうゲームキューブの頃とかね、もう操作性悪すぎて、本当に。よくこんなゲーム作ったなっていうね。今だいぶね、やりやすいですね、やっぱね。ねえ、虫の動きがね、どうですかね、これが。
ビリーがちょっと体力がね、ちょっと心もとないんで、あんまりダメージは食らいたくないんですよね。どうかな。ああ！なるほど。いや、あんまり騒ぐとまたね、近所迷惑ということでね、警察呼ばれかけたこともあるので気をつけます。来い。了解。で、長い移動距離に関してはパートナーを扉の前に待機させてパートナーチェンジをすることで短縮します。まあ、このようにですね、ゾンビがたくさん、まあ、いますよっていう場所に関しても、パートナーキャラを待機させることで、このようにね、往復しなくていいと。うん。片道の燃料で OK っていうのになるので、このバイオハザードゼロのね、特徴でもある、これを有効活用していきましょう。最近あれ、ちょっと待って、みんな俺の話聞いてない、もしかして。カラスがね、巣を作ってネットができなくなったので、最近私はね、本を読んでますよ。ちなみに何の本を読んでるかというと、東直樹先生のね、すすきの探偵シリーズ、これを読んでます。来い。了解。ちなみにですね、暇すぎて、塩のななみちゃんのね、向こうを見てくるわ。塩のななみちゃんのローマ人物語全部読んじゃったんで、まあ、東直樹ちゃんに浮気してます。今回ですね、低遅延モードじゃなくてになるので、ミラーのコメント拾うってなるとね、かなり遅れちゃうんだよね。こういうね、まあこれはいわゆるコラテラルダメージと言われるものに過ぎない。目標を達成するための致し方ない犠牲が散りべまれられてるわけです。さすが甲府の元名探偵。ああ面白い。もう一人で笑って顔真っ赤っかになってる。やめてください、私笑わすのね。うん。で、養成所前半の目的が像をね、悪魔と天使の像を作って地下に行きましょうっていうことなんで、これでね、悪魔と天使の像ね、無事仕上がりました。ここちょっとね、カメラアングルが見づらいんですけど、ちゃんとね、フェイントをして攻撃を食らわずにね、やっていきましょう。来い。
はい、天秤が釣り合ったので地下に行けまーす。まあ、これで養成所の前半終わりですかね、これでね。お、いいね。いや、あんまり動かないでほしいな。というのも、あれ、まだ、あれ、そっか、あれ。あ、そっか、俺が最初の旧作バイオか。だから、あんまり、そう、今までの流れとなかったけど、その蜘蛛がね、毒吐くんですよ。んで、毒を治療するのに、ブルーハーブってのを取んなきゃいけないので、あんまりね、毒になりたくないなと。そうだよね。全部4以降だもんね。6？ リベ2、リベ1だから。あ、そうじゃん。で、ここの通路も狭いので、まあ、ちょっとお願いしながらね。あー、静かに、よーし。いいんじゃないですか？ただですね、確かプレイステーション版だと毒液はもう確定で毒になるんですけど、まあ、バイオハザードゼロはね、確率なので、まあ、そこまで鬼畜ではないとはいえ、毒になるようなことは避けたいなというふうに思います。で、先にビリーをボイラーの前に待機させるのは、敵一体をね、ゾンビ一体の起動を遅らせるためです。特にバイオハザードゼロは狭いので、敵一体が起動するのが後になるっていうのがね、これだけでも大事なことなんですけど、まあ、これが許容されるのはパソコン版だけかな。あとの今週まだロード時間が一回、パートナーチェンジが一回余計に入っちゃうんで遅くなるので、まあ、パソコン版だけの特権ですね。あれ、おとなしいね。あら、いいんじゃないですか。正直俺個人的にね、ハンターよりもエリミネーター、さっきの猿ゾンビの方が苦手です。これさ、連携攻撃をしてくるので、例えばビリーが掴まれてる間にもう一匹ビリーの身動きを封じて羽交い締めにした状態で他の猿が殴ってきてガンガンダメージが入ってあっという間に死んじゃいましたよっていうのもあるので、あとバイオハザードゼロの特徴だとあれかな、アイテムの組み合わせを、アイテム取得時にできるっていうとこですかね。だから必要なものはアイテム欄を一時開かずにその場で組み合わせしちゃえっていう。あ、頑張ってください。どうもありがとうございます。さて、そんなハンターくん登場でーす。バトルシミュレーション開始。ドアをロックします。マスターはね、挨拶代わりにグレネード通常弾いっちゃいましょう。
あら、難易度がね、ノーマルですと敵の体力の乱数というのがあって、例えば硫酸弾だと1発で死ぬハンターとか3発かかりますよっていうハンターがいるんだけども、難易度ハードだとね、もう硫酸弾2発絶対かかるんですよ。でこの後のゾンビ3体に硫酸弾使うので、まあ、火炎弾か通常弾を先に当てて弾を交換すると。エリミネーターはですね、硫酸弾一発なんでね。よーし、これがね、なかなかね、オートエイムでもこいつら素早いんですよ。記録狙いのペースでこれ外して発狂したことあります。記録狙いかワールドレコードペースか。いや大丈夫。まあ回復しなくて大丈夫でしょ。うん、大丈夫。とにかく俺を信じろ。正直回復量少ないし、まあ敵に噛まれたらその分以上持ってかれちゃうんで、まあ、あんまり意味ないんだよね、回復してもね。まあ、気持ちです、気持ちが安心するかぐらいですね。まだ慢心はしません。気をつけます。で虫さんの横をね通り抜けてきますよ。まあ久々の配信だしあんまりねいつもの面々は来ないんじゃないですか。まあ、この辺から、擬態マーカスが数多く登場してくるんですけど、実はね、擬態マーカスの方がスルーしやすいんですよね。擬態マーカス、戦うと強いんだけど、攻撃判定自体はそんなに広くないので、割と戦いやすいというか、スルーしやすい相手。むしろ通常のゾンビの方がちょっと嫌かなーっていうレベルですかね。一応今作の象徴的なヒルを題材にした敵なんですけど。ビリーにピアノを弾かせて、マグナムの弾ね、これが大事。とにかくね、バイオハザードゼロのマグナム非常に強いので、特に難易度ハードだとね、もう
ほとんど全部回収するような勢いで回収してきます。合流しろ。了解。あれ、いや、ことごとく運がないね。動きが早かったか。ギタイマーカスもゾンビと同じで脇が甘いので、そこを通りたかったんですけど掴まれちゃいました。ここで別れよう。ええ、これなんか旧作っていうか1やった人はレベッカピアノ弾くんじゃないかって騙されますよね。あんま使いたくなかったがしょうがないな。まあいい、この後挽回すれば OK。 そうです、あのヒルを使ってシソウイルスからTウイルスを発見して、確かそれができたのがこの養成所というはずでした。ちなみにですね、私カプコンの回し者なんで言いますけど、5月の23だったかな、そのスイッチにバイオハザードゼロとね、リメイクのこのオリジンパック、いやー発売されちゃうんですよね。なんとですね、ゼロとリメイクはもともとね任天堂ハード用に作られたものですからね、紆余曲折を経てまた戻ってきましたよと。なのでやったことない人はぜひともやってください。ちなみにバイオハザード4も出るそうですよ。いや、これでバイオハザード4タイトルいくつ出てんだって感じだよな。とんでもない数出てんな。そう、2000年このゲームが出た当時はね、もうバイオハザードは任天堂ハードでしか出さないですよっていうね、そういう触れ込みでね、私まんまと騙されてね、ゲームキューブ買っちゃいました。来い。了解。でもお高いんでしょう。それがなんとね、3キュッパでございます。普通にキャラクターチェンジをすると拘束時間が生じてしまうので、パートナーキャラクターを移動させながら交換することで、その待ち時間、拘束時間をなくします。これがね積もると、まあ、10秒ぐらいの差になります。ふぅ、フックショットを忘れずにと。そう、確か2000年ぐらいに任天堂ハードでしか出さないって話で、その3年後にはアウトブレイク出してたんで、3年しか約束守らなかったという。いや、恐れ入りました。さて、このゲーム一番難しいポイント来ちゃいましたよ。コウモリガチャのお時間でございます。あ、やべ、緊張してきた。まあ見ていただければ何をやるかは分かる。
さあ、参りましょう。わーお、ほほほほ。あ、これいらねえ。あ、バカ野郎。まあ、60点ぐらい。まあ、レアぐらいですかね。ちなみに、バイオハザードゼロの記録狙いしたいなら、これができないと話にならないです。もう間違いなく、ここは一発で決めない。ここまでやってガチャしてっていう繰り返しですね。こっちだ。うん。ここまでのリセマラ。コウモリはですね、当てた箇所によってその場に留まるか、上に浮上するか、下に下がるか、左右にぶれるかっていう、まあ、5パターンあるんですけど、それを、まあ、経験ですかね。真正面から撃つとその場に留まってくれるので、できるだけ真正面、敵に対して真正面を撃つ。あ、ちなみにあなたは、ガチャ決まったら、チャンネルフォローしてねっていうことを言おうと思ったんだけど、ちょっとそれフラグになるから、言わなかったわ。ちょっと、後出しじゃんけんだけど、ちょっとガチャうまくいったんで、チャンネルフォローお願いします。今回コメントが、遅延モードなので、コミュニケーション取れないっすね。なかなかちょっと多分1分ぐらいラグがあるから、1分の間があってもういいよっていうんだったら、でチャンネルのコメント、チャンネルっていうか RTA in Japan の方も見てるんですけど、1分プラス1分だから2分ぐらいラグ出ちゃうんですよね。まあでもこれはまあなんていうの、その前ね、第1回の時に音のバグみたいなのがあったんで、それを防ぐためのね、致し方ない犠牲ってやつですよ。あ、元をフォローしてる人は、フォローボタン、元からフォローしてますよって方はフォローボタン2回ダブルクリックでお願いします。ちなみにですね、私前回出場させていただいたんですけど、まあ、あまりにね、声が、まあ、汚いと、いうことで、なんとね、開始30分はね、私の音声がね、ちゃんちのミラー先に乗らなかったというね、あまりに多分 OBS もびっくりしたんだろうね、声が汚すぎてね。みんな2回とりあえずおまけで3回押してあげる。あ、やめてください。普段ね、もう登録してる方は2回で大丈夫ですからね。さて、ちょっと待って、ちょっともうちょっとあれだわ。なんかちょっとリラックスしてきちゃったわ。これが良くないね。まあ、ここ研究、あんまりね、なんか研究所っぽくないけど、ここ一応、ダンジョン名研究所なんですけど。まあ、研究所だとね、レベッカとビリーが別々に、行動してます。
ので、でね、レベッカの方に敵がとの交戦が多いので、でレベッカが体力非常に少ないので、レベッカにあまり被弾しないようにね、気をつけてあげましょう。ちょっとね、あんまり緊張してるんで、コメントがね、まあ、あんま拾えないんですけど、ね、このヒルのオブジェ君がね、鍵代わりですよ。はい、ここはね、あんまりハイズレゾンビを避けすぎると、カメラアングルが変わってね、ロスになるので、ハイズレゾンビの頭を踏まない程度、かつ、エリアチェンジをしないというね、こう繊細なライン取り、こういうのが必要になってくるわけです。で、飼育室の鍵を取ると、ここのゾンビが浮き出すので、素早く取ってね、おいとましましょう。はい、さようなら。ちょっとこの先も怖いですね。あ、いらしてくれた方、どうもどうも、どうもです。ハンターが2体狭い部屋にいます。大回りして敵を飛ばしましょう。で、はい、こんな感じ。なかなか理想的なパターンでしたね。成功の鍵はですね、あそこの角を大回りしてジャンプを誘うというのが大事です。最短距離で行くと普通に爪で引っかいてくるんでね、そうするとガン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 ダメージが蓄積されますのでね、ここは大回りが大事。いや、不安なポイントしかないですよね。もうね、俺豆腐メンタルすぎてね、もうね、お腹痛くなってきちゃいましたよ。ダイヤルの鍵を入手。これでようやく、合流できますね。レベッカとビリーが。ダイヤルはですね、4863です。なんとね、私今あんまお酒飲んでないんですよ。あんまっての大事な、そんなに浴びるほどは飲んでないよと。あ、ちょっと巻いたんじゃないか。
でこれから先ね、まあ、ネタバレしちゃうとレベッカのソロパートが始まるので、いらないものをビリーに預けて倉庫にしときます。前回世界記録ペースでちょっとここ研究所ぐだったので、ここだけで30秒ロスしてるってことか。じゃあまだ確実に30秒負けるってことですね。でロープウェイに入ろうとするとイベントです。ここはね、そう、カメラアングルが変わらないとフックショットの判定がない。焦っちゃよくないね。確実に確実に。知ってるから解説しなくていいよ。まあそういうね、まあそう言わないでくださいよ。でようやく長きにわたってね、あの邪魔だったフックショットくんがここでおさらばですよ。あれです、あのもう定期コメントになってるけど、あのカラスが電柱に巣を作ったせいでネット回線がなくなったっていう物理的な理由とその他諸々ね合わさって、まあ今月いっぱいぐらいまではちょっとインターネット活動ができませんよということです。あと面倒くさくなったとかじゃないですよ。めんどくさかったらね、だって俺テザリングで配信してんだけど、ギガのために30ギガ課金しないですからね。この入れ込み具合ですよ。このマップね、リメイク2でどうなるかなと思ったけど、工場すらないというね。で先ほどの、ハンターは、角に待機するとジャンプしてくるので、それでやり過ごしましょう。これはもう確実なね、安全なやり方です。ちょっとダメージ食らってるんで回復しときます。基本的にレベッカがね、敵の攻撃受けて大丈夫許容範囲が1回までなんですよね。1回食らうと黄色コーションっていう状態になって、それ以上食らうとお腹押さえちゃうよっていう状態になっちゃうので、極力ね体力は満タンにしておきたい。6発撃ってアイテム欄開いてリロードです。その後もう何も考えずに撃てば大丈夫です。 6×6 これで大丈夫。で開幕直後に、
タイラントに撃ってしまうと後ろの脊椎に当たってしまって、動きが変わってしまうので、こちらをチラッと見るのを待って心臓にぶち当てます。そうすると今のようなパターンがもう確定でできるので、今の、6発リロード6発のパターンが一番いいですかね。まあこれは多分難易度ハードに限った話で、難易度ノーマルですとですね、まあ、最初のタイラントのアプローチ同じなんですけど、途中でね、アイテム欄開かずにリロードして倒すってやり方がノーマルだと一番早いですね。ノーマルだと10発で大丈夫なんで、その2発の差っていうのがメニュー画面開いてのロードのするしないに関わってきます。今ちょっとご覧になったようにですね、擬態マークス判定が非常に狭いのでですね、ちょっと横通るよっていうぐらいで通してくれるんですよ。これが今例えばあそこゾンビで攻撃モーション入ってる途中だったら確実に噛まれてるので、切れた？これ。あれ？あれ今大丈夫？今あれ今大丈夫これ？ちなみにチナ、ちょっと待って。おい、もう助けてくれ、ちょっと。お30ギガ買ったのにもう20ギガ使ってん、25も使ってんだけど、もう助けてくれ、ほんとによ。もうこれおかわり必要か、これ。ギガ。もう、なんでこうなるの。これ4万必要か、これ。この企画に参加するのに。もう助けてくれ、本当に。誰こういうことやった人は、本当。もう俺明日から 3G で生活しなきゃいけねえじゃねえかよ、だって。残り18日ぐらい。もう。なんで18日して 3G で生活しなきゃいけないんだよ。もうやられたね、本当に。
ちなみにここ、柵のね、あの動かすのは、1回だけで大丈夫です。こ うまいことね、判定の隙をついてねやってきますよ。俺のルーターのパスワード教えてあげるわ、あなたに。やばい、取引始まったね。うあら、なになになに、回線こじきしていい？いや、あのね、あるじゃないですか、電柱の上にさ、なんか光通信みたいなとこあるじゃん。あそこにもう、なんだ、もうカラスのうんちとかがべったりくっついてて、多分ね、機械が壊れてんだよね。こっちだ、おそらくね。そのちょうどなんか光回線の集積コアみたいなところに巣作ってるから、俺の家のハンガーもパクられたしよ、本当に。だからその NTT の話だと、駆除して修理しないと使えないでーすっていうね。じゃあその一体、あのネットは死んでないよ。うん、あ、ちょっと待って。よし、なんか ADSL ぐらいの出力は保たれてますよ。一応ね、業者としては、いや、ネット来てるじゃないですかっていうね。うん、そういうことらしいですよ。多分連休明けに工事が始まって撤去されて、改善修理みたいのがあるから、それがなんかね、なんと5月の25日に修理しまーすっていうことなので、あの当分ね、私は電波がないです。ここはね、2人で共同して、倒しまーす。まあ、見ての通りね、え？アイテムよこそ、アイテムを。うん、見ての通りですね、タイラント君は、体中がね、弱点露出してるので撃てばひるみます。動画作りに勤しみたいとこですけど、試しに今の回線で1分の動画を YouTube に上げようと思ったんですよ。フル HD の 1080p の動画を上げようと思ったんですけど、1分の動画を上げるのに23時間だったかな、かかるっていうことで、うん、どうすっかな、俺も、ほんと、うん。
代理ウープしようか。いや、それやめときます。取られ、いろいろね、怖いのでやめときます。なので、おとなしくね、図書館ね、危ねえ。今怖かったな。今ちょっとスマホがピカーンって光ったから、あ、ギが死んだかなと思ったらまだ大丈夫だった。しばらくネットデトックスね、しますよ。で、ボスがあと2体ですね。こっちだ。了解。いやもうだって俺20ギガで足りると思ってたけど、さっき見たら25使ってんだよね。もう配信ってこんなギガ食うの？そう。いやこれね、ギリギリ落としたんですよ。最初テスト配信の時に720p でビットレートが3000ぐらいかの方で放送しようって思ってテストをしたら、なんと1分で1ギガ、1分配信するのに1000円かかるっていう、その衝撃の事実を知ってもうビビって、ああこれじゃ無理だって言って落としました。落としてこれなんですね。いいですよ、この、480×320 の画数で、獅子自慢しが良ければ、それに変えます。いや別にこれはこれは別に請求しないんで大丈夫ですよ。大丈夫。俺も男だからな。こういうイベントに出て、その人とお付き合いするのにかかるお金が3万4万かかるとしたら、それは別にいいかなっていうね。このイベントに出るのに3万4万かかりますっていうのが、まあ最初から分かってたんだけど、まあ別に安いかなと。だから大丈夫です。あとで RTA in Japan さんには請求しとくので、だから大丈夫です。うい。最後やばくなったらちょっと。近くのコンビニにちょっとダッシュしてちょっと課金してきますんで、途中でね、ちょっとコンビニ RTA が始まる恐れもなきにしもあらず。さて、こいつは多分脳死で撃てば大丈夫。
あれいいんじゃないですかこれは。いやー外しちゃうか。近くにコンビニがそんな田舎じゃないですよ。いやいいんだよ、大丈夫もう、うん、俺はもうゲーム以外金使わないから大丈夫。もう女遊びもやめたし、あらゆるねもう金を使うコンテンツから身を引いたので大丈夫です。そうこの後ねアルビさんとユシ君がね、アッサンとユッサンが巻くんで大丈夫です。あ、そっか、オンライン手続きだから大丈夫か。うん、じゃあ大丈夫だ。さて、ラスボスです。よろしくお願いします。まずはレベッカをおとりに使っていく。あら、これはビリーがグレネードと思ってるのでビリーに攻撃を専念させるためですよ。怖えー。あ、待て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 、話せばそう、話せばわかる、話せばよー。デンジャー。いや行くな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 、うん、もう行っちゃやだよ。もうこっちこっちこっち、おいでおいで、いい子いい子いい子、うんうん、こっちこっち、おいでおいで、頼むから、うん、おいでおいで、いい子いい子、うん、そうそう、こっちこっちこっち、うん、いい子いい子いい子、うん、いい子だね、あいよ、うん。あ、そっちはね、ダメなのよ。え、ガスがひどいことになってる。もうなんだよ、ちょっともうパケット死んだ、ちょっと助けてくれ、ちょっとギガが死んじまった、もう。ないないない。助けてくれ、ギガが死んじまったか、これ。ああ。もう助けてくれ、助けてくれ。ギガ死んだ、これ。ガス悪いってのは。ああ。助けてくれ。もうギガがねえよ、ギガが。ギガ、そう、動揺、あ、もうやだ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 、そっち行っちゃダメ、もうやだやだやだ、ダメダメだ、そっちはダメだよ、もうこっち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 、よーし、よーし、いいよ、うーん、いいよ。あ、いいね、いいね。ダンスしようか、ダンス。よしよし、いいよ。違う、あれ、そっちじゃねえ、そっちダメ、そっちダメ、そっちダメよ。はーし。バカがよ、こっちに来い、てめえは。よし。バカがよ。この単細胞が。よーし、よし、踊ろうじゃねえか、よーし。
あー救われたわ。なんとかクリアがねできましたね。ふう。あーちょっと待って、ちょっとギガ確認していい？ちょっとギガだけ確認させてください。あ、大丈夫だ、大丈夫。あと10日は戦えると思います。じゃあありがとう、今日は。12323で、インタイムが1時間22分39でした。あ、ギガっていうのはね、じゃあわかりました。最後にこの話もう7回目ですけど、今私の近くの、電柱にですね、カラスが巣を作ってしまいました。なのでインターネット回線が使えません。でもこの企画に出たいです。あ、そうだ。テザリングはあるじゃないかと。ということでテザリングに3万課金して30ギガ作ってきました。で、今27ギガ使っちゃいましたと。危なかったです。予備買っといてよかったね。あー、怖かったわ。ということでありがとうございました。とりあえずしばらく、まあ大変私の宣伝になっちゃうんですけど、今ですね、私、バイオハザードゼロで、のニューゲームで、ノーマルのドアカット、ハードのドアカット、ドアカットなしのハードで世界記録を持っていて、ドアカットなしの、は今、なんと世界2位です。ということで、配信復帰してね、4部門で撮ろうかなというふうに思ってますので、次がまた5月の末なんですけども、よろしくお願いします。もし、お気に召していただければチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、次はですね、あれですか。あ、マジか。いや、次が、バイオハザード3です。アルビさんですね。じゃあよろしくお願いします。じゃあ今日はお疲れ様でした。楽しかったです。ありがとうございました。3万課金した価値十分ありました。しじまさん、あとモカさん、その他もろもろ、今回のメンバーの方々ありがとうございました。楽しかったです。じゃあまた会いましょう。それでは。